韓国プロ野球キュームフィーローズのチョサンウが2019警ボリーグ最高球速記録を再び塗り替えた。警ボ公式記録統計会社スポーツに愛は7日、投球追跡システムデータで、警ボリーグ投手らの球速を分析した。その結果、チョサンウは2日の SK 戦で157.2キロのフォーシームファストボールを投げたことが分かった。 ボール判定となったが、先月13日の半ァ戦で自身が記録した156.9キロを超える今シーズンリーグ最高球速だった。初産宇の月別ファストボール平均球速によると、3月の152.8キロに続き、4月には153.3キロが出ており、2日の SK 戦では154.9キロを記録した。 気温が高くなるにつれて急速が上がっており、記録更新が続くものとみられる。